まだまだ知られざる4期生5期生の新情報クイズ対決後半戦。出題されるヒント3つのうち、より少ない情報で正解すれば高得点。しかし解答できるのは一度だけ。前回は木村チームがまさかの一抜けでリードする展開に。今夜も超波乱の展開を見逃すな。こんな子いたかな。第2問、最初の情報はクジラに詳しい。ちなみになんですけど、興味を持って調べたら好きになったそうです。これむずい。クジラの話ちょっとでもしてた記憶あれば、なんかクジラについて喋ったりしてる記憶があれば、日村さんどうする？行く？ここで行くの意味が分かんないんだって。さすがにこのターンは全員スルーして次のヒントへ。全員流す。ありがとうの代わりにアボカドという。なんだよそれ。アボカド。アボカドっていうみたいです。同期内なんだろうな。まあでもそうね、先輩だったら言わないんでしょうねこれ。それか日村さんに向かってアボカドっていう。悪口。悪口だよ。これ俺答え知ってるんだけど、知らない段階で何人かに絞ったもん。当たってました？当たってた。すごい。メンバーのことをちゃんと見てください。あ、そういうこと？見てくださってるね俺は。だから1個目で分かったもん。クジラの方でむしろね。もういかないですねここは。3ポイントはいいんですね、はい、大丈夫。日村さんいいですか。俺相手いっちゃおうかな、これ取られたらやばいよ。取っちゃうっていう。強い。取っちゃうっていうやつ、いやいいんじゃない。だってどうせならね。日村チーム、ここで一気に引き離せるか。さあどうぞ。ズバン書く。なぜですか。いや絵とか書く際にクジラを描いたみたいなとかはないかな。さあこれ当たってるんでしょうか。どうでしょう。残念。あーなー、井村さん回答権なくなりました。多分惜しかったな。カキアボカドって言わない。あでも一回だけ、まゆたんにずっとオリゴ糖とは言ってました。ジョイマン。ありがとう。オリゴ糖。ということで2チームで1ポイントをかけた最後のヒントへ。最後の情報は、現場に手作り弁当を持参している。こうやって気がする。本当全然知らないな、みんな。全然ピンときてない。全然ピンときてない。え、ちゃんとお弁当ですか。握り飯なのか。そう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 、おにぎりとかだったら。手作り弁当ですよ。もうこれ以外のヒントはありませんよ。お弁当ってことですね。決定的な答えが浮かばない3期生チーム、果たして正解にたどり着けたのか。うめした、はい、行きましょう。ドン、準備いき。なるほど。もう料理するし、この前ね、なんかお弁当もなんか作りそうなイメージはある。なるほど、ね、ありがとうでアボカドとか言いそうだよね。言いそう。ゆみきだ。ゆみきだ。日村さんゆみきだと思って。ゆみきだった。あーそうです。やられた。はい、じゃあ岩久保。なぎちゃん。おお、前現場にスープジャーにブルーベリー入れて持ってきてたんですよ。なんか冷凍のブルーベリー詰めて持ってきてて、あ、そういうの持ってるんだと思って。しかもおはぎ作る、手作りおはぎ食べるって言ってたから、なんかありえるなと。なるほど。あと絵描く人なんだ、はいはい、クジラ。クジラも絵な、はい、ただアボカド。アボカド言わないだろ。そうなんですよ。言わなそうだよね。言わないよアボカド。絶対言わない。さあこの2つのうち正解あるんでしょうか。正解は井上なぎちゃんです。うわぁ、一ポイントありました。これ、俺も鋭角でクジラ調べたんだろうで、もう井上か牡蠣を。あれ、俺の牡蠣は意外と近かったな。クジラに詳しいってのは。申し訳ないんですけど、絵ではなくて。絵じゃない。絵じゃない。クジラのニュースを見て、何なんだと思って調べ始めたら面白くてハマっちゃう。そうなんだ、はい、お弁当だってこの前料理あんまりうまい感じじゃなくなかった。そうなんですよ。それが悔しくて、なんか普通のこういう現場だとこう持ってるのが恥ずかしいから、人数の少ない現場とかには自分で作ったものを持って食べる。持ってて食べたり。ちゃんとしてんじゃん。メニュー見ればちゃんと作れるんです。あ、うまい。なるほど、ちゃんとやればね。写真の撮り方もなんか素敵。ここは何、あのくるくる中に明太子入れて卵焼き。ちゃんとしてる。きんぴら。
そうです。すごい。すごいじゃん。やった。あとアボガドですよ、ね。アボガド言わないじゃん。なんかさつきからの情報。はい。小吉から。ある日突然写真送ってって連絡が来て、パラパラって写真送ったら。アボカドだけいきなり来て、その後もなんか2回ぐらい直接あアボカドって言われたり、そんなこと言うんだ。そうですね、意外と言います。意外と、意外とくだらないダジャレ言ったりとか。ぐっさり。え、発音もそういう感じでいいの？でもこれも始まりがちゃんとあって、うん、ありがとう、アジガド、アボカドなんですよ。あ、だからこの前の山下のただいまモス。ただいまモス、ただいまモスいいね。ヒュラさんちもあるか、ね、うちは違う、うちはただいまんとひひ。あの奥さんの言い方ちょっとやってもらって。奥さんこれマジでマンとヒヒもうね、ただいまがなくなっちゃったんだよ。マンとヒヒママ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 ンとヒヒママ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 ンとヒヒマンとヒヒ。あの異常カップ、異常者みたいな。え、ヒロさんその時どういう顔で聞いてんの？これはただこうやって立ってずっと待ってこんな子いたかな。第3問、実は犬も猫も好きじゃない。犬も猫も好きじゃない。なんかすごい情報が出てきました。なんかね、今時こういうの言わないもんね。ちなみになんか犬派猫派よく聞かれるけど、まあね、どっちもとりわけ好きじゃなくて答えに困ってるらしいです。普通どっちが好きだよね。どっちが大体好き。でもちょっと行きそうですよ。行きます。うわ、これ答えられると5ポイント。他のチームどうします？いや、行くしかないよ。山下梅はスルスル。やめとき、やめとき、やめとく。え、マジで？やめとく選択。あ、山下、あ、山下じゃない、日村さんのこと山下ですよ。やったー。どういうこと？似てんのかな。さあ、まず岩久保からいきましょうか。フリップオープン。さやちゃん、なんかこれ自信がありそうですけど、なんで？そういった会話をしたことがあって。なんだって。でもそういうことだから、この子を知ってるってのがもうラッキーですから、さあ日村さん。ズババン、カズキ。お、出た。やっぱピュアに言っちゃったんだよ。これ川崎もなんかちょっと変わってる感じあるもんね。変わってるピュアガールだからね。さあ、この2つ正解あるんでしょうか。残念残念、外した。これはナイススルー。いけそうでしょ。なんであんた自信倒したんだよ。だって言ってた。なんであんたの自信倒すんだよ。言ってたんですよ。ということで神奈川も実は犬も猫も好きじゃないよ、バラされた結果違う。でも犬が好き。犬大好きです、ね、あれってほら言ってたってよ。生き物があんま好きじゃないって言ってます。あ、生き物苦手です。あ、さあここはスルーしたのがなんかいい考え方でしたね。そうそうそう。じゃあ2つ目のヒントいきましょう。はい、実は卓球がうまい。卓球？これなんか過去にも言ってそうだよね、番組とかでもね。確かにやってたの。もう一個聞きたい。確かやってた。なんとなくうっすら記憶がある。そうなんだよ。え、この2番の情報って出してますよね。さあ。辛口、辛口 MC ですね。辛口です。味方じゃなかった。行ってみよう。行ってみよう。どっちどっち。いいよ、好きなの。え、なんで。なんか楽しそうだけど、早くしてくれる？早く来てよ。やばい、もう。わかんない、わかんない。さあ。ヒントを一つ残して勝負に出た梅沢と山下。果たしてその予想は。はい。オープン。ミュウ。松尾。2人で迷ったんですけど、サクとサクちゃんは過去に卓球実はうまいみたいなのでやってたんですよ、確か。でもなんで松尾にしたの？自分で犬とか猫とかあんま好きじゃないって言うかなって思って。あ、サクちゃんが。なんかミユは意外とサバってしてるとこあるんで。なるほど。し、やっぱ何でも結構できる、運動神経もいいので。さあ、悔しい、これ落としたら。お願いお願い、これがお願い。当たるのか外れるのか、これどうでしょう。やったー、やったー。正解は、正解は遠藤さくらちゃん。もったいない、2択を外したんだ。さあ、無理。
いや、池村さん分かってる。いや、俺はね、卓球で分かった。あ、やっぱ乃木坂の卓球大会で優勝して、やっぱりということで。いや、くそー。いや、その情報あったらなんでそっち書かないかね。乗ってないね。いや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 、犬も猫も好きじゃない。ビビっちゃうんですよね。怖い。怖いんだ。ちっちゃい頃、ワン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 って来るワンちゃんに圧倒されちゃって。あ、そう。それではここで乃木坂卓球女王の実力をチェック。卓球好きだから。本当に強いですか。あの、それはもう温泉卓球レベル。あ、だけど日村さん温泉卓球で全国1位だったの。これ結構すごいぞ、温泉卓球で全国1位ってもう、うん、じゃあ行きましょう。よーい、スタート。あ、こんな感じ。おい、なんで。余裕で返すじゃん。すげえな。あれ。惜しい惜しい。違う違う違う。もうこれサーブでさ、やったら1点入るんだっけ。はい、うん、よし。OK、OK、ヒロさん。今のすげえ。何、だってトンネルズさんだっけ、見てなかったの。もう1点入ったからね。すげえ、すげえ。悔しそうな顔してる。うわっ、ちょっと浮気した。ちょっといいじゃん、いいじゃん。やべ、あのサーブ入れたからすげえ俺の時強い。ちょっと点取ってくれ、日村さん、頼む。うまいじゃん。やばいやばい。入ってない。入ってない。こんな子いたかな。第4問。最初の情報は、自分を招き猫だと思っている。いや、いないです。そんなの。はい、意味がわかんない。どういうことだ。自分がお店に入るとお客さんが来ると言っています。ああ、なるほど。わかるわ。別に見た目が招き猫ってわけじゃないですね。繁盛するらしい。繁盛する。なるほど。高得点の最初の情報は全チームスルー。ヒントを増やす作戦に。続いての情報は、腕相撲が世界最弱。最弱。最弱。弱いんだ。弱いですね。行く。行けるらしいです。こっちにも教えてくれない。あ、ちょっと待って。スターチーム行きますよ、日村さん。いや、行かないと。あ、これだ。でも外すかもしれないよ。いやいやいや、そうだね。でも行かないと。もうさあ、全チームここでいきます。当たると3ポイントですね。岩久保チーム出してください、はい、どうぞ。いよきちゃん、これは腕相撲のところで来ましたか。はい、うん、っていう情報が耳に入ってるので、お、なんか1回も勝ったことがないっていうのを聞いたので、もう、うん、なるほどかなと。はい、さあ山下君。おなるほど。これも、あ、私もマネージャーさんから聞いたことあります。なるほど、これはじゃあ確かな筋からの情報ということで、うん、さあ日村さん。マジで。俺すげえ買う。さあみんな一緒、これ正解なんでしょうか。どうでしょう。残念、ここは正解者ない。全チーム不正解でポイント獲得ならず。ちなみに最後のヒントは、最後の情報は、お笑い芸人が好き、ギャグをやってくる。ギャグをやってくる。ギャグをやってくる。これ誰ですか。これはですね、筒井あやめちゃんです。ギャグなんだ。そう、ギャグとかやるイメージないな。ギャグって何のギャグやんの。ちなみに米田2000さん、あの絶対に成功させようねをやってくれて。米田2000のそれってどういうんだっけ。ちょっとやってもらっていい。それ絶対に成功させようね。かわいすぎる。かわいすぎちゃう。腕相撲の情報はさ、はい、意欲の弱いっていうのは浸透してんだけど、腕相撲弱いの。はい、一回も勝ったことないです。え、陽気もそうなの。そうですね。ちょっと待って、ここに最弱が2人いる。おいいじゃん。最弱。ということで、ここで腕相撲世界最弱王座決定戦開催。どうぞ。いきます。レディーゴー。あ、なんだこれ。これやってんの本当に。なんか熱が伝わってこないんだけど。いやつないですね。やってる。おい、やってる。これ。なんだよこれ。はい、ドロー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 。ドロー。最弱が2人います。2人。
ね、また今度機会があれば決定つけたいと思いますけど、こんな子いたかな、うん、第5問最初の情報は鼻がいい。鼻がいい。鼻がいい。はい、ちなみに匂いで雨が降るかどうか分かるらしいです。行きます、ここは行きますか、スルーしますか。俺は一人だけ今いるけどスルー。スルーします。再び最初のヒントは全チームがスルー。続いての情報は腹話術ができる。腹話術ができる。あ、これ知ってる人いるの。あ、ここで動くか。木村さん頑張ってください。そうだよね。鼻がいい、腹話術ができるってバカみたいな。腹話術っぽいの、そのなんつのさあ。いや、おい味方だぞ俺。今のもどうこれ。3ポイント獲得を目指してここで全チーム勝負に出る。あ、来ましたね。さあ、じゃあ日村さん。カキ。カキ。うん、理想。これは腹話術やりそう。なるほど、山下め、はい、松尾美優。やばいよ、松尾好きだね。松尾でやってた。松尾で撮りたいんだ。一回北川ゆりちゃんのやつってやってたりしたじゃないですか。ああ、それを腹話術と撮れるのかっていうのはあれですけど。なるほどね、はい、さあ岩君。はい、松尾美優。うわー、多分そのゆりちゃんの真似で、はい、なるほど。それだけが頼り。さあ、この中に正解ありますか。あります。さあ、ここは3ポイントですね。さあ、田村、はい、正解者発表してください。正解は牡蠣はるかちゃんです。やった。うわー、うわー、これだよ。ここで日村さん一気に3ポイントゲット。やばい、やばい。ありがとう、牡蠣。牡蠣嬉しい。これ牡蠣ですか。私です。これなんですか、鼻がいいは何ですか。私が中学生の時にバスケ部だったんですけど、メンバーみんなが上着脱いでカゴにまとめてるんですよ、うん、それを私が嗅ぎ分けて渡してて、その時その人の匂いを覚えてたの。覚えてて。あ、じゃあやっぱ分かんだ。そして腹話術ですけど、これはもうやってもらった方がいいよね。そうですね、歯を出して笑ったまま口を動かさずに喋れる。そういうことよね。じゃあお願いします。はい、乃木坂46の柿原香です。よろしくお願いします。すげえ、あ、本当だ。わかるかなと思ったんですけど。いや、これはでも腹話術って見てるわけじゃないから。え、すごいじゃん。普通にこれで喋ってもらえる。これで練習したらできるようになるんじゃない。そうですね、でも口入れ動かさないでしょ。すごいな。え、これいつ発見したの。なんかこう笑顔作ること多いじゃないですか。だからこうコメント収録の時とかにこんにちは柿原香ですっていうのやってたら、すっげー気持ち悪い。すごい。あ、でももう今ちょっとまだ動くからもっと練習したら、うん、すごいぞかもしれないですね。結構魔行とか唇つけるじゃないですか。魔行とかそれもバナナマンさんとかもこのまま言う。バナナマンすごいちゃんと聞こえてくるからプロだよ。その歯出す人いないもんね。あ、確かに。だって歯出してんのって人形の方だもんね。そっちが歯出すのみたいな。この後まさかの結末が。正解は最終問題6問。最初の情報は食パンを一気に食べる。なんだよこれ。結構大食いなのかしら。ってことだね。誰これ。ちょっと小吉笑ってるけど何これは。一気に一気に食べる。アボカドのパターンね。アボカドのパターンで、ね、ターンで一気に一気に。さあ、ここで行くかどうか。もう俺はもう行かない。俺はもう。え、いまだ無得点の梅沢山下チーム、ここで食パンにかける。行かないと思う。さあ、梅山下、ここで当たると単独で優勝。さあ、山下梅チーム、フリップオープン。菅原。菅原翔吉、おい、なぜですか。なんか楽屋とかの様子見てると意外と食べるんだって思うことが多くて、このメンバーだったら一番食べるメンバーかな。マジでっていうイメージ。さあ、これが当たると5ポイント。それでは頼む頼む。これ合ってんでしょうか。よっしゃー。まあまあでもね、残念。よし、いける。次絶対行かなきゃ。残念でした。さあ、2つ目のヒントお願いします。続いての情報は着ぐるみを着て寝ている。これやべえね、このね、食パン一気に食べちゃうし着ぐるみ着て寝てるし、なんだやべえやつか。やべえですね。このまま日村さんが優勝だと田村が賞品もらえるからな。そうだな。ムラムラコンビでやってました。やだ、やめ、それはやめてください。ムラムラコンビ。
あ、両チームここで行きますか。さあ、岩久保チームどうぞ。ゆみきちゃん。なるほど。ひなさんは誰でしょうか。松尾だ。松尾人気だな。松尾なんだよ、ここで実は。松尾人気だな。いろいろ今日あったけど、一気に聞くのは松尾なんだよ。着ぐるみ着てそう。着ぐるみ着る。そんなイメージないけど、実はよくよく考えても一気に食うんだよ。頼む、怖い次に。さあ、田村、それではお願いします。正解は、ゆみきなおです。まず弓木、はい、食パン一気に食べるの。食べますね。ああ、ちぎって食べちゃうの。まず生で食べて、ああ2枚目バター、ああ3枚目いちごで、バターいちごです。あれなんだ、ちゃんと焼いたりして食べるってこと。あ、もちろんです。めちゃめちゃ食うじゃん。すごいすごい。で、切り替えてます、最近は。一気に一気に。そして着ぐるみを着て寝てる。一回さくちゃんとカキがお家に来てくれたことがあって。あ、行ったの。はい。お、どんなの着てたの。がっつり恐竜の怪獣。は、要はカポってかぶるやつじゃないでしょ。全部かぶる。一旦モメン。恐竜って言ったじゃん。一旦モメンになってんの。どっちよ。3つ目何だったの。ちなみに3つ目の情報はですね、一番尊敬している人物はシンデレラ。これで分かってた。まあ、だずっと不思議なこと言うんだよ、やっぱり。なんだ、シンデレラ尊敬してんだ。なんで境遇が似てんの。いや、逆に真反対だからこそ。何真反対って。すごい金持ちの嫌なやつ。逆シンデレラ。そういうことかね。12時から遊び行ったりとか。お金持ちで、ね、名言集の本も持ってるって書いてある。名言集。シンデレラの名言集を朝読書の時に読んでました。どういうの。ちなみに覚えてるのある。大丈夫、もう片方あるわ。唐突。名言が唐突だよ。でもこれ並び。ここで2チームが同点になったため優勝決定戦へ。ありがとうございます。最初の情報は、最強の前髪が作れる。これあの乃木坂内で最強らしくて、神宮ライブなどでもびくともしないそうです。神宮ライブでもミス。野外の、野外の風がビュービューの。あ、もう書いてますよ、ニコニコしてますよ。それは分からないわ。ここを日村さん取らないともう負けんじゃないですか。行くしかないな。どうします、やめます。いや、やめない。さあ、それじゃあ日村さん行きましょう。どうぞ。松尾、松尾推しですね。来てくれ松尾。来てくれ。まあ、確かに前髪ね、ちゃんと綺麗に作ってますわ。そういうことです。マジかこれ。果たして松尾の奇跡は起きるのか。正解は、さあ、岩久保チーム、はい、どうぞ。真由。田村、うん、ここで田村。絶対そう、これは確定。絶対自慢してくるんです、うん、いつも、はい、もう私神宮の時とか雨濡れても一人だけ前髪綺麗だったみたいな言ってくるんですよ。神宮雨でも、雨の時でさえもう、うん、私だけ綺麗だったみたいな言ってくるんですよ。そんな言い方すんだ。松尾は言わない、そういうこと。松尾は言うとこではないかもしれない。マジか、これ濃いよ松尾。さあ、正解お願いします。正解は、私田村真由。逆転勝利。うわ、日村さん惜しかったですよね。さあ、ちなみに田村、この後のヒントって何だったんですか。この後はですね、はい、何でもモノマネができるってカッキーからの情報です。うん、何なんて言うんですかね、ふとした人の真似がうまいっていうか。ああ、なるほど。芸能人とかじゃなくて、あの人の真似みたいな。とか、階段で踏み外したのをごまかす人とか、あざとくこける女子とか。おお、そういうのがめっちゃうまいんですよ。そういう系ね。で、私あざとくこける女子が好きです。あざとくこける。見たい。あるっけそんなの。ちょっといい。あざとくこける女子。じゃあ、あざとくこける女子の真似、うん、はい、お願いします。ついてる。いや、わかる。こういうの。こういうのがね。ああ、わかるわかるわかる。ということで、見事逆転優勝を果たした岩本と久保、特大プリンを一人一つずつゲット。お召し上がりください。いただきます。上がアイス、下がプリン。総重量 2.4。いただきます。うまいよ、もう絶対うまいもん。うんま。乃木坂46、33枚目シングル発売決定。
次回番組内で新たなセンター発表。全国ツアー北海道公演の一般発売が24日スタート。井上凪です。ここ最近ずっとこう好きだったんですけど言えてなかったことがあって、で私実はすごくクジラが好き でクジラの図鑑も自分でこう買うくらい、そうクジラの生態がすごい好きなんですけど、でちなみにありきたりかもしれないんですけど、ザトウクジラが一番好きです。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。